勝手に変わってくれるわけじゃないのね。あーっていう、なんか音とこの BGM いいね。え、絶対位置が出るんだけど。マジかよ。プシュヤンに、バカたれ。3。4。1個ずつしか増えないんだが。これクリアできないゲーじゃね？ 3。音楽がめっちゃかっこいい。ニューコミュニケーションエヴァンス。ちょっともうターンがないじゃない。どうすればいいの？こんなんじゃミチルを助けることできない。やっぱりターンごとに最大の数字が出せないとこのゲームはクリアできないんじゃないの？ハイキラどうしたの？確か奴は言ってたよな。サイクロを使ったら人形が動くって。うん。でもそれがどうしたの？人形を振って出た数字だけちゃんと動くじゃない。振るなんて言ってたか。つまりだ、置くことも使うという動作になるんじゃないか。でもさっき言ったじゃない、下手なことはしたくないって。もうこうなったら一か八かだ。リコは参戦してくれるか。ふん、やってみよう。キャラクターってチェンジしたよな、確か。サイクロ置いてみるぞ。動いたー。これならいける。のか？まだこの長いの？ズバリキャラクターが逆から始まればもっと早く気づいて間に合ったパティン？始めるキャラクターが問題なのか、もしかすると。早 あと18マス進まないとゲームクリアじゃないんだよ。じゃあルール通り僕たちの勝ちだから、みちるくんには罰ゲームだよ、星。首の締まる音と彼の苦しむ姿を途方に暮れながら見ていた。数分も経たないうちに彼の体は動かなかった。ゲームオーバー。キャラクターを変えよう。操作してるアキラからっていうメッセージウィンドウが出た時に何か引っかかったんだよね。そういうことだったのか。こちらはベアポリスだ、クマ。僕たちの仕事はこの観客、過去クマたちを抑えることだ、クマ。ここは自分たちが抑えておくクマ、奥から安心して遊んでくるクマ。ベアポリスなんているの？クマの世界も大変ね。そうなん、大変なんだよ。てこんなところで時間使ってる場合じゃない。ブルーポリスだクマ、皆さん落ち着いてくださいクマ。落ち着いてっていう割にはこのクマたち静かよね。まるで置物のような。てこんなところで時間を潰してる場合じゃない。早くゲームをやってクマ。観客だクマ。首吊りに10メダルクマ。何これ、謎。サイコロを振りたくないんだが。
え？気づかないんだけど。意味ないよね、これじゃあ。マイチングマチコだな。うーすいらっしゃい。ピカピカピピカピカチュー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 、ピカピカピピカピカチュー。キャラ絵めっちゃ細かいよね。今からやってもどうせ間に合わないでしょ。まあキャラクターかぶってるよ。じゃあ下行ってみるか。マジでボタン連打してかぶってもうたわ。ああ、その全部6のダイスを使わないと間に合わないんだから無理ゲーだよな。最初から気づかないと。クマさん落ち着いて、まだ慌てる時間じゃない。ボタン連打しちゃダメよ。はい、以後気をつけましるて。ローディング中も移動できるなんて。まるで置物のよう。いや、押せない。あれ？とんだ茶番だな。サイクロンの数だけを、だけ動く人形をミチル君のところまで連れていければ君たちの勝ち、できなければ僕たちの勝ち。ルール1、ルール2、ルール3。久しぶりに誠、いやよ。ありがとうございます。魔王陣の上でなければサイコロの目、サイコロの目はゲームに影響しない。はあ、押せたのは押したけどもでって感じじゃない。結局クマ。なるほど、おんにゃにゃこで調べるのを忘れてたぜ。こういう時にリコか。魔法陣に乗らないとゲームは始まらないってことね。じゃあ試しにここで振ってみるか。もしかしたらルールに関与しないいい手段があるかもしれないぜ。アキラが2回振る、リコは2回振る、2人で同時に振る。アキラがリコを肩くらまして2回振る。アキラが2つサイコロを振って振る。そうだね、か。試しに肩車して振ってみたらどうだ。え、なに、なんか言った。すいません、冗談です。2回連続で振ってみるか。ほう、
これ全部試していけば多分あの法則に気づくんだろうね。うん、リコ、お前のサイコロ貸してみ。アギラがサイコロを2つとも一緒に振ってみた。来た。ってことはサイコロ2つ持って振るのはルールに反しないってこと。そうだ、ルールの抜け目を発見したぞ。そういうことね。置くってことのを気づく前に、こういう逆に置く以前にこういうパーティーに2個同時に置けばいいじゃん。そしたら開始的な発想やな、ほんまやね。サイコロ2つ振ってやってみよう。およさんドロー。動画を見てくれてありがとう。 PC の方は画面のこちらをクリックしてチャンネル登録してください。スマートフォンの方は登録ボタンか動画説明文の中にあるリンクをクリック。この動画のシリーズを全部見たい方はこちらをクリック。他の動画シリーズはこの後表示されます。これからもサゲクマチャンネルをよろしく。たまらんな。まずはゲーム実況、 YouTube 限定に撮ったゲーム実況動画を投稿しております。続いてビデオブログ、いろんなものを食べたり様々な商品のレビューを行っております。最後にニコ生アーカイブ、気になった雑談放送やニコ生でやったゲーム実況放送を動画にして投稿しております。その他にもいろんな人とコラボした動画や、私シャケドリクマグロとタケ、赤髪の友ペイントの4人でやっているスーパーフラットのゲーム実況、そして YouTube でやった公式番組の動画などもありますので、よかったら全部チェックしてみてね。たまらんなー。